BTU アニメラボー以上ー。はい、バットモンカーイです。小林弘之です。 Z の M です。ブラジャーマスタです。お願いしま す。はい、今回はシャーロットの第3話の感想を話していきたいと思います。はい、はい、はい、Z の N さんも楽しみですね。シャーロットの、はい、ここが匿名でね、Z の N、はい、なんで匿名、 Z ラインのね、うん、ME さんでございます。 ME さんね、今回はね、あの、はい、新しく、はい、なんだ、まあ、能力者が見つかりましたけど、それがね、はいはい、なんと2つ能力を持ってるって言って、はいはい、ややこしいことですね。ややこしい、でも何かに、誰かに追われてるって言ってね、探しに行くんだけど、うん、結局あの、やっと出てきたね、アイドルの子。出ましたね、第一話で出てた、ね、アイドルの子で、うん、で、結局お姉ちゃんが死んでた、うん、そう、双子の、双子のお姉ちゃんが死んでて、それ、なんかイタコの能力と火の能力って言ってて、で、まあ二重人格みたいな感じなんでしょ、みたいなっていうので、結局解決するっていう話でしたね。そうですね、ざっくり言うとね、妹の無自覚さがちょっとかわいそうだね、あれね。そうだね、そこは意識がないらしいですね、話聞いてた。そうそう、本人はあんまよく分かってないっていう感じがね、なんかでも、ないのかな、なんか焼きマシュマロのとことか、なんかちょっと気づいてもいいだろう感はあるかな。気づかないでしょうね。あとよっぽどやばいんでしょうね、携帯を買って持ってきちゃうっていうエピソードも。 あれはないミスでしょ。ちょっとこどっこいだよね。それは盗み癖があるとしか思えない、まあ、お姉ちゃんちょっと悪かったから、ね、ちょっと手癖悪いそれでしたのか。ちょっとアニメのキャラで手癖悪いはやったから。そうですね、生々しいやつじゃん、本当に。ね、まあ、火も出しつけちゃうし、笑えねえよそれは。ちょっとね、まあ、まあね、でもお姉ちゃんもお姉ちゃんですごい妹思いのいい人だったよ ね。なんか妹のこと考えるとやめるもんね、もうやるの、ね、しょうがねえなっつってね、うんうん、なんかね、あれちょっと火の能力も気になるよね、一、うん、人だけなんか最強に近い、うん、そうですね、うん、なんか燃やしたり消しないですよね。デメリットはえらいないじゃん。ないね、うん、つけたの消すってすごくないですね。そうそうそう、完全不完全じゃないよね。そう、もしかしたらね、その死んでから使えるようになったんじゃないかなっていう話をヤマピーとしてだとしたら、妹が気づかないのもわかるよねって。そうですね、物が燃えてても、うん、お姉ちゃんの存在、妹じゃ自分の能力ないと思ってるでしょ、そのイタコの能力、うん、だから能力に絶対気がつかないような強制をされるみたいなデメリットがあるかもしれないですね、うん、そしたら、うん、まあね、記憶とか奪われちゃうからな、自分の肉体の、もしかしたらすっとこどっこいかもしれない。でもさ、ここまで本当にさ、兄弟がさ、能力者だからさ、うん、確かにね、姉妹もね、ね、完全にあの妹ちゃんもまあ能力あるでしょうね、なるよね、自然な流れで、もしかしたら、もうもしかしたら出てるのかもしれない、あんまり気づかれてないだけ。ピザソースを絶対に入れてしまう能力、うん、そうそう、いやいやいや、能力な、能力、うん、何作っても甘くなる能力、いやいや、ピザソースのボトル型じゃないですか、でかいやつが。何作ってても途中でここら辺から砂糖がふわふわふわってる。いや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 、いやだからあのピザソースが永遠になくなる。助けるような化粧品と一緒だ。そうですよ、だから増えてる、無限に。やだ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 。それ食わされてたら食欲もなくなる。そうですね、まんまーって。まあ、そうだ、いや本当あの瞬間移動の子だけがなんかギャグ用意して、ね、今日うざかったね、今日とか言っちゃった、あいつ今回うざかったね、うん、アイドル好きはちょっとうれしかったですね。確かにね、キャッキャしてキャッキャしてたね。ただ彼はあの空気の読めないところが魅力ですからね。ねえ、ね、ああいうやつがいるからね、はい、どっぷり重くもならずに、うん、そうですね、ただ購買部の人たちは毎日戦々恐々としてるでしょうね。ドカンドカン毎回窓ガラス割られてるわけですからね。ねえ、やだよね、学校の人たちのあの言うほど触れない、おおなんだなんだぐらいで終わってるもんね、うん、慣れてんだね、ため息ついてましたよ今回も。確かに、うん、だって血吹くのもこう慣れたもんだもん、ポンポンポンでポンで消えてたもん。それもう能力ちゃうかっていうぐらい早く血が止まってたけどね。でまああのアイドルの子が学校に入ることになるんですね。そうですね、お忍び、そうやっとこうメインキャラクターの一人がまた増えた、年社の人なんてさらっと扱われたのに。本当だよね、アイドルは入荷できると加入できるというね。年社も使いどころによっては良さそうじゃないですか、ね、それこそね、うん、なんか物探したり的な方がね、いい能力でできそうなのにね、うん、条件がわけわかんないですけど、びっちゃびちゃになんないとダメっていう、あの人ね、この人あれ何なんだろうな、あのどういう状況で何をしたら、サブ能力は。そうですね、あれすごいけどね、すごいけど、バシャーンが理由きっかけなのか、それともその何かをする過程で一回濡れなきゃいけないで、ね、こうなのか、服ごと濡れなきゃいけないって言ってましたもん ね。服脱いちゃダメなんだ ね。あれは見たかったな、やりづらいわと、ね、でもいいじゃん、お風呂入ってる時にこう
パッて毎回やらなくて済む。あ、質問やらされた。水温もあるでしょ、そしたら。そうですかね。水温あるでしょ。そうですね、5度以下。そうだな、5度以下よ。冬は嫌だね。5度以下も使わないですよね。これか、凍えますね。冬は嫌だよ。冬山で使わなきゃいけなかったらどうするんですか。申し訳ないですよ。まあまあまあ、そんな感じで、はい、まだまだね、謎もあるし、新キャラクターも出たし、敵組織とどう戦っていくか気になりますね。そうなんですね。そういう話になるもんね、おいおいは。わかんないしね、大元が。うん、いろいろまだあるので、これからもどんどん楽しんで見ていきたいと思います。はい、というわけで、以上、シャーロット大様の感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。